はい、おはようございます。10月21日お遍路21日目スタートです。今日は足摺半島の西側を通っていくルートで、はい、39番インコーチ宿毛の方まで向けて歩きたいと思います。宿は辰串の方に取ってますので、だいたい25キロぐらい今日は歩きます。初めて歩くところなんでちょっとワクワクしてます。あいにくの天気なんでちょっと雨が降るみたいなんですが、はい、頑張っていきたいと思います。いや、昨日泊まった宿はすごく良くて、なかなか良かったんですけど、あ、チャリオ遍路で小島よしおと加納英子が泊まったホテルですね。電話したらいっぱいでした。残念。昨日の宿おかみさんは良くて清潔だし料理も美味しくて良かったんですけど、もう遍路じゃない観光客さんが両隣、部屋の両隣に泊まってて、そうですね、まあ、壁が薄いっていうのもあるんですけど、ちょっと日付変わるでもベラベラ話が聞こえてきて寝れませんでした。寝不足です。じゃあ行きたいと思います。おはようございます。ちょっと天気が悪いな。いいね、港があってリアス式海岸があって、そのところに集落があって段差があって、いいな。めっちゃいいじゃん。素晴らしい、素晴らしいよ。
なんとトンネルじゃない、左に行けとトンネルかと思いましたが、遍路道はこっちだと。ほんとかよ。よっしゃ行くか。マジか、行けんのかな。無理だろこれ。諦めよう。まっすぐ行こう。ごめんなさい、ちょっと情報調べてなかった。いや無理でしょう。どこ？こっから見ても道が分かんない。よし、おとなしくトンネル抜けます。すいません、もっと調べるべきだな。一応道はあるな。絶対きつい、絶対荒れてるじゃん。また下るの？嫌な雰囲気なんだけど。下ったら登るよね。
OK OK で建造に戻るからな。よいしょ。もうちょい上だ。よいしょ。よいしょ。どこ？道どれ？パス。ごめん、無理だ。土佐清水市かな、が見えてきました。ちょっと雨降りましたが、ポンチョを着るまでもないかなと思ってたらやりました。今日はずっと小雨が降りそうです。ザックだけカバーつけとくかな。反対車線。そろそろ足摺りサニーロードに入りますかね。サンキ321号線サニーロードに入ります。県道とはお分かりです。
降ってきました。とりあえずザックのレインカバーだけやりまして、もうちょっとひどくなるようだと、カッパポンチョ着ます。このぐらいなら PC 濡れるとまずいんで、ザックだけね。とりあえず荷物置いて食おう。締めカツ。よいしょ。やっぱりありましたね。そうですよね。まだ 1,2 時間余裕があるんで。海綺麗。ちょうど雨が上がりましたね。